チュース。ピースオブケークの翔太です。サッサンです。アサちゃんです。本日も最後までよろしくお願いします。お願いします。2022年5月のマンスリー2週目でございます。イエイ。今週はサッサンに対するサッサンが丸裸になりますね。はい、三問三答で。おい、ね、おい、なんで自分だけそうやって数減らそうとすんねん。100個は多いなと思って。いやでも3つぐらいでいいかなと思って。前回僕やったじゃないですか、はい、結構ねポン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 いかないっすよ。いかないっすよ。だって出題してたから分かるもん。相当悩んだもん、うん、だ出題者、うん、次アサちゃんじゃないですか、はい、順番的に、うん、で結構ね出題者もリズムよくいかないと大丈夫。編集でポン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 いくから。あ、そっか。うんうん、と早速ね。え、なに、なんかなりきったキャラになってそのキャラとして100個答えればいい。あ、全然素の。あ、オイラ出さなきゃダメだな。そう、素の。それはねちょっと別途お金がかかる。なんでだよ。ピースオブケークで払っといてじゃん。請求書ピースオブケーク申し出て。無理っす。飲めます。はい、しっかりお願いします。はい、じゃあもう高田純次さんばりに適当な感じで。あ、適当にすんな。適当にすんな。しっかり、しっかりお願いします。ダメなの。まあ頑張って、はい、答えていきます。お願いします。はい、ということで2022年5月のマンスリーは100問100答。イエーイ。もう2回目なんでね、はい、もうすんなりイエーイもいけますよ。はい、1回目ちょっとねきつかったんで。きつかったよな。まあそうですよ、はい、なので今日の、回答者は私、はい、で、司会進行天の声は朝ちゃんと、はい、はい、僕はドローン。それなんで本編の方ご覧ください。どうぞ。はい、それでは始めたいと思います。いやです。ダメです。あ、頑張ります。はい、はい、はい、お願いします。はい、じゃあいきますね。はい、名前はサッサンです。身長は170センチ。体重は60キロ。血液型は O 型。趣味は無趣味。ピスケ内のメンバーカラーは黒です。自慢できることって何？特にない。性格を2文字で表すなら内向。自叙伝を書くとしたらそのタイトルは仮面。休日は YouTube 以外に何してる？寝てる。好きな季節は夏。好きなコンビニはポプラ。好きなファミレスはジョイフル。好きなアミューズメントパークは人がいないところがいい。ないです。じゃないです。好きな遊びは野良猫と話する。好きなゲームはやってんのはポケモン GO とか、うん、好きなペットボトル飲料はコカ・コーラ。好きなプロ野球チームは野球がわかんない。好きな言葉は当て字で自由自在。そうさんが作ったんですか。まあ造語、うん、今までで一番心に刺さった言葉は生きてる中で今日が一番若い。目玉焼きに何をかける。醤油。一番好きなお菓子はキャベツ太郎。カップヌードルは何味派。味噌。好きなラーメンの味は。ラーメン食べたら病院送りになるんで食べないです。好きな菓子パンはホイップアンパン。好きな肉は何肉。ひき肉。好きな焼き鳥は皮。好きなおにぎりの具は君の味噌漬け。投稿動画で一番美味しかった食べ物は。あー、名前忘れたけどなんかレンジで温めてデロデロにするチーズケーキ。最後の晩餐何食べる。小キツネのお稲荷さん。人生やり直すとしたら何歳から。やり直したくない。なりたかった職業は。子供の頃は動物園の飼育係。やってみたい仕事は。やってみたい仕事ない。一日透明人間になれるとしたら何したい。多分部屋で一人でじっとしてる。地球最後の日に何がしたい。1時間おきに YouTube のショート動画上げてる。メンバーで入れ替わるとしたら誰。一番フットワークの軽そうな翔太。女性になったら何をしたい。女性になったら何をしたい。いや別にならなくていいかな。一問一答にならないよ。やりたいことがないんだよね。コロナがなければ行きたい場所は。 YouTube を始める前にいろいろ企画してた外企画の場所にいろいろ行きたい。将来の自分に質問をするなら何て聞く。何を聞く。何を聞く。企画はちゃんと練れてる。
1億円当たったらどうする？ YouTube の企画で使う。女性を見るときに一番最初に見るのは？他の人に対する態度。好きな女性のタイプは？趣味が合う人。女性の好きな髪型は？似合ってればいいけどショートは好き。女子のがっかりしちゃうところってどこ？店員さんに対して横柄な態度を取った瞬間。デートの時は手をつなぐ？つながない？つなぐ。告白する方？される方？なんとなしに雰囲気を伝える感じ。初恋の年齢は？小学校3年生。初デートどこ行く？ドライブ。デートでしたいことは？その人が喜ぶことをしたい。恋愛面で一番応援してあげたいメンバーは？あさちゃん。は？今までで一番嬉しかったことは？まあメンバーと会えたこと。ストレス発散するときは何で発散させる？対事柄に対しては湯船の中に頭まで使ってうわーって叫んで、対人に対しては激落ちくんのスポンジをその人のことを思い浮かべながら包丁でザク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 細かく切る。やびがついて。海外旅行はどこ行きたい？アメリカ。国内旅行はどこ行きたい？沖縄。好きなスポーツは？やるのだったらスキー、見るのだったらプロレス相撲。会ったことある有名人は？どのレベルで言えばいいの？自分の中で一番すごいって思う人。マドンナ。今一番欲しいものは？企画を考える時間。人間として好きなタイプは？受け入れてくれる人。人間として嫌いなタイプは？陰でネチネチいろんなことを言っときながら笑顔で友達ぶってくるやつ。 YouTuber を始めて身についたスキルは？内に秘めた闇をどんどん放出する。やめろ。カラオケ行ったら最初に何を歌う？ドリカムの曲歌うこと多いかな。カラオケのお箱は？優しいキスをして。ドリカムさんですね、はい。おすすめの邦楽は？桑田佳祐さんのスマイル晴れ渡る空のように。おすすめの洋楽は？ジョン・レノン・イマジン。好きな芸能人は？佐藤二朗さん、ムロツヨシさん。好きなミュージシャン、アーティストは？サザンオールスターズ、桑田佳祐さん、ドリカム。好きな芸人は？仲のいい芸人さん。今まで見た映画で感動したのは？ザ・マイティ。自分にとって失敗論は？4人のスタート地点。メンバーでバンドを組むなら楽器は何をやりたい？ドラム。おすすめのアニメは？カナダ少年誌。そのアニメで好きなキャラクターは？イチロ。おすすめの漫画は？イオナ。その漫画で好きなキャラクターは？主人公のイオナっていう助教師。ドラえもんで欲しい道具は？壁紙、秘密基地。好きなジブリアニメは？ハウルの動く城。ディズニーで好きなキャラは？ジャック・スパロウ。ドラゴンボールで好きなキャラは？千秒様。ワンピースで好きなキャラは？トニートニーチョッパー。キュンキュンするアニメキャラは？キュンキュンアニメキャラにしないな。しないです。犬派、猫派？猫派。イカ派、タコ派？タコ派。竜派、剣派？三宅剣。アムロ派、シャー派？ナミエ。違う。え、海派、山派？海派。うどん派、そば派？そば派。太麺、細麺？細麺派。美人派、可愛い派？人によるんだよな、可愛い派かな。告白するなら LINE、電話、直接、どれ？理想は直接だけど、実際は LINE とかじゃないかな、うん。生まれ変わるなら男、女？もう与えられた運命に任せます。サフさんはマルチクリエイターって言ってますけど、はい、作詞と作曲と動画編集、どれが得意ですか？デザインが一番得意です。質問ない。翔太といえば元気印。りょうくんといえば寡黙。あさちゃんといえば大師匠。さっさんといえば社会不適合者。やめろ。メンバーに一言。こんなやつですけど、これからもよろしくお願いします。ピスケに一言。まあ目標に向かって頑張っていきましょう。10年後のピスケに向けて一言。次登る山はどんどん見つけてください。自分へ一言。生きてるか。甘党さんに一言。いつもこんなグダグダなグループを応援していただいてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。以上です。はい。どうでした？やってみて。悩むね。でしょ。うん。
結構すんなりいかないですよね。野球とか全く知らないので、どこのグループが好きかと言われても、なんて答えました？野球わかんないです。まあ見なかったらわかんないですよね、うん、まあでもね、やってみて結構直感的に答えていかないと無理。でもこれ2番手だからまだいいですけど、うん、1番手の方がそうだね、しんどかったですよ、うん、しんどいって言い方あれですけど、これを次やるのか。そうだよ、うん、事前に考えておきます。まあ事前に考えたとしても出てこねえって、まあでも今のとこメンバー4人中2人が恋愛誰を応援したいって言ったら、そこで朝ちゃんです、うん、朝ちゃんだったね。そこは迷いがなかった。なんでやねん。いやなんか朝ちゃんですよね。うん、朝ちゃんかな。次回はじゃあ私が答えて、うん、りょうくんが質問ですよ。りょうくんが質問ですよ、うん、それこそオリジナル質問のりょうくんから何が飛んでくるのか、何が飛んでくるのか、うん、ちょっと気になります、うん、はい、すごいのぶつけられるかも。なんかりょうくんたまにこう変化球投げてくる時があるんで、寡黙なイメージがあるんだけど、たまにりょうくん劇場が炸裂してくる時があるから、まあ楽しみでもあり、うん、ちょっと恐怖でもあり。今週は私でございました、はい、はい、本当にね、答えられないっていうか分かんないところは分かんないって言っちゃってたんで、はい、でもまあなんとなしに知らないとこは知っていただけたんではないかと思います、はい、来週は朝ちゃんなんで、はい、はい、頑張ります。ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください、はい、それではせーの、チャオ。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。その他各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますのでチェックしてみてください。それではせーの、チャオー。